どうも皆さん、こんにちは。おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日は、マイクの、レビューになります。新しいですねマイクを購入いたしまして、実はもうこの動画ですでに、使っております。こちらの ECM-S1 になります。ソニーから発売しているカメラのホットシューに、ね、直接挿して、給電することのできる、マイクになっております。今回はですね、このマイクのレビューを行っていくんですが、3つのね、カテゴリーに分けて、このマイクを紹介していきたいと思います。まず1つ目はこの ECM-S1 のカメラがどういうものなのかっていう、まあ、簡単な紹介と、2つ目に関してはこの、ECM-S1 ですね、特徴的なのが、まあ、指向性があったりだとか、あとはノイズキャンセリング機能がついてたりするので、そこの部分の検証。そして3つ目が、僕がねすでに所有している、カメラの内蔵マイク、そして ECM-G1 っていうソニーのね、ホットショーに同じく給電できるタイプのもの、そして3つ目が ECM-S1 の、このマイクを比較している、音質のね、動画を最後に、撮っていきたいと思いますので、ぜひとも、このマイクであったりだとか、ソニーのカメラに直接、挿すタイプの、このマイクが気になっている方は最後までご視聴いただければと思います。はい、それでは、ECM-S1 の特徴について簡単に話していきたいと思います。このマイクはですね、ワイヤレスで、動いてくれるマイクになります。ただね、よくあるこう首元につけるようなものではなくて、コンデンサーマイクと呼ばれるものになるので、結構音質に関してもね、僕が今喋ってるんですけど、それなりにいいんじゃないかなというふうに思います。この、ECM-S1 の特徴としましては、ワイヤレスでもちろんしつつ、ここのね、インジケーターによってボリュームのねバランスっていうのがいつでも確認できるようになっております。ここで、ボリュームのね調整のダイヤルがあるので、声を小さくしたりだとか大きくしたりだとかっていうのができるようになっております。背面の部分に、指向性の、ボタンがありまして、こちらが全指向性。今僕がね喋ってるのは全指向性になっております。そこから、単一指向性と単一指向性の、ステレオサウンドの撮影が、録音ができるようになっております。かつこちらに、ノイズのキャンセリング、まあローで入れることもできますし、完全にノイズキャンセリングを強くすることも、できるようになっています。でもちろん今使っているのは、ノイズキャンセリングオフの状態となっております。はい、そしてね、側面というか、まあ、裏面の部分に USB Type-C を挿すことができて、イヤホンジャックもつけることができます。底面の部分にはですね、はい、こんな感じで、ネジ穴がついておりますので、まあ、三脚にね、つけることもできたりしますし、まあ、こうマイクのね、三脚ネジがついている、マイクとかにつけて、もう実物のねマイクみたいな扱い方をすることもできたりします。もう一つですね、この ECM-S1 を実際に使ってみて面白いなって思った点があるんですが、今ですねこの ECM-S1 を使っている時にはですね、カメラの上部の軍艦部のねホットシューにレシーバーをつけている状態になります。このレシーバーを外して、例えばですね、USB-C を挿すことができるスマートフォンであったりだとか、ノートパソコンだったりだとか、まあ、そういったものにね、つないで録音機器として、まあ、オーディオ機器として、使うことができるっていうのも少し面白い点だったりします。なので別にねカメラにつけて、使わなきゃいけないっていうことではありません、これに関しては。でさらにもう一つ面白いのがですね、レシーバー側にも USB-C が挿せますし、このマイク側にも USB-C を挿すことができるので、例えば、スマートフォンを遠いところに置きながら、レシーバーを USB-C 接続しておいて、このマイク、ワイヤレスの状態でこう撮影することもできますし、後ろの部分から USB-C の長いケーブルを挿して、その直接パソコンであったりだとか、スマートフォンの方に挿せば、有線でね、録音することもできるという、まあ、ちょっとねこうユニークなものになっております。これがですね、簡単に ECM-S1 の紹介となりました。まあ、簡単にまとめると、この ECM-S1 はワイヤレスで接続することができますし、そして、カメラの本部のホットシューのところで給電をすることもできて、しかも、
スマートフォンであったりだとか、パソコンに直接 USB-C で接続して、オーディオ機器として使うこともできる。そしてこれから紹介するのが、指向性の部分と、そしてノイズキャンセリングの機能になっていきます。まずですね、今僕がこれ、撮影しているのは、全指向性になります。ここからですね、例えばまずですね、単一指向性のものにやっていきたいと思います。なので僕はですね、今このマイクに向かって喋っています。マイクに向かって喋っているので、音が聞こえるんですが、例えばこれをですね、逆向きにした場合にはちょっとね、声がね聞こえづらくなるんじゃないかなと思います。ここのインジケーターもね、少しねこう音量の表示が変わっているんじゃないかなと思います。これをね正面に持っていくと、音量のね、大きさっていうのが変わると思います。後ろから回るとそこが聞こえなくなるような形になります。そしてこの指向性をですね、今単一指向性なんですが、こちらをステレオの単一指向性に今変更をしました。そうすることによって今ですね、もしこれどうなんだろう、リアルタイムでちゃんとこの指向性とかが変更されてるのかっていうのがちょっと怪しいんですけど、おそらくされてるはずです。で今ね、ちゃんとねこう左右に音が分かれておそらく聞こえるんじゃないかなと思うので、ちょっと、ね、指パッチンをしてちょっと音のね音を確かめていきましょう。ではこっち側から、だから、ね、片方からは僕のね多分指パッチンが聞こえてるんですけど、もう一つの方からは、左右でね僕の声が、聞こえてるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。これによって聞こえ方が少し変わってきているんじゃないかなというところを、感じていただければと思います。はい。そしてここからはですね、ちょっとね、あのノイズキャンセリングの、機能を試していきたいと思います。ノイズキャンセリングの機能はですね、後ろに、ここにローと、思いっきりノイズキャンセリングっていうものがあるので、これからですね、そうだな、リビングのね、換気扇をちょっとつけてみて、騒音をね、ちょっと出してみたいと思いますので、それを感じていただければと思います。はい、今ですね、まず、全指向性に、変えてみたいと思います。今ですね、全指向性に変えているので、特にね換気扇の音がかなり聞こえているんではないかなと思います。ただこの状態でそもそも単一指向性に変えれば、若干ね、後ろ側にね、カメラの後ろ側に今あの換気扇があるような状態になっているので、まあ、そこの音はね単一指向性にすれば、まあ、多少はノイズキャンセリングしなくても、気にならないんじゃないかなっていう気はします。で今全指向性にしているので結構聞こえてるんじゃないですかね。でこれをローにまず入れていきたいと思います。はい、今ローに、ノイズキャンセリングを入れました。どうですかね、ちょっとは軽減されてるのかな、ちょっと僕今の現状だとわからないんですけど、まあ音が多少はカットされてるのかもしれないです。でね、僕の声の聞こえ方っていうのも少し変わっていると思います。で次に、ノイズキャンセリング一番強いタイプの、ねものに入れております。はい、いかがでしょうか。ノイズがカットできてるかな。この換気扇のウィーンっていう音が、消えているんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。でここから全指向性の方にもう一回、全指向性の状態で、そのままノイズキャンセリングをオフにしたいと思います。あ、じゃもう一回ローいこうか。もう一回ローに入れます。はい、でもう一回ローに入れていて、ここから、ノイズキャンセリング完全に切ります。はい、今これ完全にノイズキャンセリングを切っている状態ですが、いかがでしょうか。かなりね聞こえ方は変わってくるんじゃないかなと思うんですが、まあこの機能ね、まあ使うかな、なんかどうなんだろう、単一指向性に、まあ家の中とかの撮影とかだったら、まあ正直単一指向性で自分の方に向けておくだけでいいんじゃないかなっていう気はするんですけど、まあ外でねちょっとこうなんか、なんだろう、遠いところからワイヤレスで話すみたいな
ことをするんだったらちょっとノイズキャンセリングまあしてもちょっといいんじゃないかなっていう気はするんですけど、まあちょっとね今外撮影をまだ一回もしたことがないので、まあ、どういう風に使っていくのかっていうのはこれからになっていきます。例えば今ちょうどね救急車が鳴ってるんで、救急車が鳴っているところで今ノイズキャンセリングをローに入れまして、ここからいきなりノイズキャンセリングを完全に入れることもできます。はい、ということで、換気扇は切りまして、一時的にですねここから単一指向性の方に切り替えて、またねこれ続行していきたいと思います。次に検証したいのは、それぞれのマイクの音質の部分になっていきます。僕今ですねこれ ECM S1 を使って撮影をしているんですが、ここから、今ですねちょうどこの手元のね映像を撮っているんですが、この実は手元の映像で撮っている、カメラの、音質、オーディオの部分は ECM G1 というものになっております。なのでね ECM G1 も、まあ、軽くて小さくてね、Vlog 撮影するのとかにかなりね、便利な、ホットショーにつける、給電できるタイプのカメラになるんですが、そこの音質と、内蔵の音質を比較していただければと思います。ではまずですね、内蔵マイクの方から撮影をしていきたいと思います。はい、今ソニーのですね α7-4 の、内蔵マイクの方で、音声を収録しております。いかがでしょうか。これですねやっぱり内蔵マイクもねソニーのカメラっていうのは非常に優秀なんですが、やはりね室内での撮影になってくるとですね、反響の音が聞こえるんじゃないかなと思います。まあ、音質は別に悪くないんですけど、まあね、すごい聞いてて、まあ、なんていうのかな、集中できるような音質ではないかもしれないです。そしてですね、同時に、こちら切り替えていきたいと思うんですが、ECM G1 の、音声になります。ECM G1 は今ね、α7C の方に、つけているような状態で、もちろんね、こうバリアングルでどちらも向けているので、音声がね、しっかり取れているのも、目視で確認することができます。まあ、ECM G1 に関しても、反響音っていうのはね、やっぱ多少入ってしまうような、傾向にありまして、どうしてもですね、ここは、どうなんだろう。まあ、やっぱり音質に関しては、内蔵マイクに比べると、やはり ECM G1 の方がいいとは思います。特にね、Vlog での撮影とかするときは、やっぱり風防、まあ、モフモフをね、つけておくと、外出先での撮影においても、まあね、やっぱりこう、風切り音みたいなものが入らなかったりするので、外でね、気軽に撮影するときにはいいんじゃないかなっていうふうに、やっぱり ECM G1 は思います。ただ音質に関しては、まあ、そこそこいい音だな、っていう風な、音質になるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。そしてですね、最後 ECM S1 に、切り替えていきたいと思います。はい、それでは ECM S1 に切り替えました。今ねこれ撮影してて小さいところで念のためお伝えしておくんですけど、録画中にそのまま内蔵マイクからこの ECM S1 のまあ、いわゆるレシーバーの方に接続を切り替えようと思っても、一度ね、動画を切らないと、音声切り替わりませんので、まあ、そこちょっと一つ、小さいところなんですけど、注意点になります。で、今ですね、ECM S1 の全指向性の方で撮影をしております。この全指向性の方で撮影をしているんですが、ここからですね、単一指向性に変えていくんですが、そもそもですね、この全指向性の音質と、ECM G1 との音質、まあ、ここの違い、まあ、どれぐらいあるのかっていうのを確かめていただければと思います。いかがでしょうか。はい。そして、ここからは、単一指向性の方に切り替えていきたいと思います。今ね、僕の声が、よく聞こえているんじゃないかなと思います。やっぱね、まあ、YouTube とかの撮影になってくると、まあ、僕は単一指向性で使うかなっていうふうに思います。で、まあ結構これソニーのこの ECM S1 の結構親切なところは台がついてるんですよね。この撮影の台。
まあ実際もっと違うね、こうスタンドとか立てた方がもちろんいいとは思うんですけど、まあこうやってね、なんか物を置いた状態で話したりするときにも、これ一個でね、結構済むのを最初からつけてくれてるのは結構やっぱ親切かなっていうふうに思いますし、これね、角度調節ができるんで、まあ、こう自分のね、顔の方面に向けたり、することもできます。まあ、音質やっぱりね、それなりに、僕はこれ使ってていいんじゃないかなって思うのと、やっぱりね、気軽に使えるのがめちゃくちゃいいです。で、本体は、プラスチックの素材になっているので、まあ、本当に、まあ、軽いです。まあ、悪い面でいくと、なんか落としたらちょっと壊れそうだなっていうのは少しあります。まあ、そこがね、ちょっと ECM-S1 は、まあ、少しネックになるんじゃないかなとは思います。まあ、ただね、全体的にやっぱり軽いので、まあ、扱いやすいなっていうのは感じています。で、あとは操作とかもかなり直感的に作られていて、まあ、一発でね、ミュートにする、ボタンがね、ここについていたりだとか、あのヘッドホンとかの、マイクを聞きながらね、なんかこう動画撮影をしたいとかっていう人に関しても、ここのねボタンを短く押して、あの切り替えたり長押しして切り替えたりだとか、こうパソコンと、マイクとの音量バランスを調節するっていうこともできたりするので、まあ、そこもねちょっと面白い点ですね。まあ、若干ここの操作方法が短く長押しと長押しっていう少し分かりづらい仕様にはなってるんですけど、まあそれでもまあないよりかやっぱりある方がすごくいいと思うので、あのすごく、完成度の高いマイクなんじゃないかなと思います。おそらくね、ここからソニーだけじゃなくて他のメーカーとかもね、同じような製品はこれから出していくんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、当分はね、僕このソニーのマイクが、すごく音質としても気に入っているので、素晴らしいかなと思います。まあ、どうでしょうかね、皆さんはこれ買う価値あるのか。僕はね、なんかなんだろう、例えばなんだけど、まあ、YouTube のもちろんね、こういった撮影でもすごいいいと思いますし、まあ、あとはこうイベントの会場の撮影とかの映像の仕事されてる方とか、あとはね、なんかこう対談形式とかでなんかインタビューみたいなものをするときにも僕はすごくいいとは思っております。まあ、隣にね、誰かが座っていてステレオサウンドで聞くっていうのも、まあ、いいと思いますし、あとはなんかインタビュー形式でマイクでこうやってやるのもすごくいいかなとは思います。で、あとね、まあ、ただ唯一、まあ、もう少しこれできたら本当にいい製品なんだろうなって思う点でいくと、まあ、そうですね、これレシーバーがついていて、で他にもね、このワイヤレスのマイクシリーズってソニーから出てるんですけど、このレシーバーっていうのはそのワイヤレスマイクのもう一つの、ごめんなさい、 WS1 かな、ワイヤレスマイクつけるタイプのものがあるんですけど、それとレシーバーは兼用できないんですよね。だからここがちょっとね、僕はなんか惜しいなっていう、感じがしてます。なんか僕がもう一つ理想として考えるのは、まあ、このマイクももちろんね、1個使えるのもものすごい、もうこれ自体すごいいいものなんですけど、ここにさらになんかこうワイヤレスマイク1個、もう1個こうペアリング、同時収録みたいなのができると本当に最強だなっていうふうに思います。それを1つのレシーバーで行えたらやっぱりめちゃくちゃいいと思うので、まあ、ちょっとここがね、次のモデルにちょっと必要なマルチペアリング、マイクとのマルチペアリングの機能っていうのが僕はあるとすごく嬉しいです。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。僕ね、マイクのレビューってあんまりしないんですけど、まあ、今回はねちょっとねちゃんと作ってみました。で、初めてねこのダブルカメラの体勢をちょっと撮ってみたんですけど、結構ね面白いんじゃないですか。手元の映像も出つつ、僕のね全体の映像も見れると思うので、こうレビュー動画するにはね、すごく見やすいようにちょっとは工夫したつもりなんですけど、よかったらね、感想コメントしていただけると嬉しいです。それではですね、この動画が良かったと思った方はチャンネル登録と、高評価の方をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあバーイ。もう夕方だよ。